パリオリンピック登録商標体操男子個人総合決勝日本時間1日ベルシーアリーナ体操日本の次世代エース岡慎之介20特集会が個人総合で金メダルの快挙団体の金に続き五輪初出場で見事2冠を達成した東京五輪金の橋本大輝22セントラルスポーツ はアンバの落下が響いて得点が伸びず6位で、内村公平に続く連覇は叶わなかった。他は同種目日本人6人目となる金メダルで、ロンドンリオの内村、東京の橋本に続き日本勢が4大会連続の頂点に輝いた。2日前の団体戦では崖っぷちからの大逆転で2大会ぶりの金を獲得した日本。 他も4種目でミスのない演技を披露して金メダルに貢献し、この日も会心の演技で世界の頂点に。決勝は予選上位24人で争われた。最初の、ゆか、では序盤の新進ムーンサルトを決めると、倒立も安定した姿勢で全体的にミスなく14.566点の高得点。着地後もガッツポーズを見せ、自身も手応えの出だし、 中国のエース長広常24は頭が床についてしまうミスで橋本は14.633と高得点でスタートだがあん馬で橋本は倒立のところで痛恨の落下となり12.966とスコアを落とし頭を抱えるシーンも他はここもミスなしの安定した演技で14.500続く釣りは 出岡は着地で一歩跳ねてしまい、13.866もここまで暫定トップ。E いと0.166点差で後半へ。橋本も着地で一歩後ろに下がり、暫定18位とメダル争いに黄色信号。長馬に挑んだ岡は着地で少しふらついて腰が落ちてしまうがなんとかこらえ14.300点。長と橋本は大技、ロペス。 おダイナミックに決め高得点。だがここでウクライナ勢の二人が跳馬で順位を上げ、岡が暫定3位タイに。平行棒、では橋本は得点を伸ばせず、岡は落ち着いた演技で安定した倒立姿勢を見せると、着地もまとめて15.100のハイスコア。暫定トップに再浮上。勝負は最後の、鉄棒、へ。暫定2位の小 3位ハリヒロツネの中国勢が丘を追いかけ、4位のウクライナコフトゥンが床で逆転を狙う。橋本は鉄棒を残して8位でメダル圏内まで1.768点。